火曜日の特集は注目のクールジャパンオタクビジネス情報、ダニーチューさんがお届けします。日本のポップカルチャー発信サイトカルチャージャパンのイギリス人プロデューサーダニーチュー、オタク界の世界的カリスマとしてイベント公演に飛び回っている彼がチェックタイムで最新の秋葉系アイテム、ビジネス情報を分かりやすくレポート。さあ、ビジネスチャンスあふれるディープなオタクワールドに勇気を出して飛び込もう。カルチャージャパン。 Good morning Tokyo Mix viewers。 Tokyo Mix をご覧の皆さん、スタジオのハットさん、おはようございます。チェックタイム火曜日カルチャージャパンコーナー、今週のランキングは外国人が一番行きたい秋葉原スポット TOP5 ランキング。 Let's check out the ranking over there。 クールジャパンの震源地秋葉原、世界中から秋葉を目指すオタクたちの熱気を受け止める外国人に人気の秋葉原スポットランキング。第5位、 K-BOOKS 秋葉原本館。商品数30万点オーバー、グッズ、フィギュアなどのホビー系商品、同人誌、同人グッズ、カード類が何でもワンフロアに。第4位、マンだらけコンプレックス。秋葉原にそびえる黒いビル、あの日なくしたものがここにある。時を司る集団、マンだらけ史上最強店舗。コスプレ、アニメグッズはもちろん、アンティークグッズも充実。第3位、スーパーポテト秋葉原店レトロ館。言わずと知れたレトロゲームの専門店、激レアアイテムや関連グッズなど幅広い品揃え、懐かしのレトロゲーセンも併設。第2位、アニメイト秋葉原。アニメのことならアニメイト、 DVD ブルーレイはもちろん、コミック、アニソン CD、 声優 CD、 食品系のお土産までもが充実。そして第1位は、秋葉原ゲーマーズ本店。ゲーマーズの本拠地秋葉原、駅ビル直結で会社帰りに寄りやすく、海外からも寄りやすい。書籍、ゲームはもちろん、オリジナル商品や店頭イベントも盛りだくさん。以上、外国人に人気の秋葉原スポットランキングでした。どうですか、皆さん行ってみたいところありましたか？やはり外国人のお客様は非常に多くなっているんでしょうか？はい、多くの国の外国の方が、秋葉原の方に多く来られています。はい、最近は特に増えてるなっていう実感はあります。で、特に、欧米のお客様、アジア系のお客様は双方ともご来店いただいてるんですけども、欧米のお客様に関しましては、年中来ていただけているような感じはしてます。ただアジア系の方々、お客様に関しましては、夏休みだとか、冬休みだとか、ビッグサイトで大きなイベントがある時に合わせて来られるっていう印象が特に強く感じてます。海外のお客様は特に当店にいらっしゃっておりまして、特にヨーロッパの方の方がですね、多くいらっしゃってると思います。そうですね、やはり土地柄も観光地化していると思うので、やはり外国から その旅行客という方はすごい多いですよね。やはりで、特にヨーロッパから の観光客の方が多いかなという印象は持ってますね。はい、さることながらコスプレの衣装というのがやはり売れるんですよ。で、中でもやっぱエヴァンゲリオンとか の海外でも人気の作品というのは、海外のお客さんも好んで買っていかれるところで、結構そうですね、コスプレを紹介してくれる本などにも載っていて、でそれを頼りに来てくれて、で売ってると喜んで帰ってくってくださるというお客様がたくさんいるので、僕らとしてもすごく嬉しく感じます。やはり世界中からいらっしゃってるということで、英語で苦労されている点というのはありますか？いろんな国のお客様がご来店されておりますので、英語での接客の時はですね、気をつけて、伝わらない場合はメモとか何か、とかでですね、筆記で対応しております。マニアショップなので、状態によってコンディションによって値段が細かくやっぱり分かれるんですね。なのでその細かくそのコンディションに関しての説明が一つの商品にとってもやっぱり細かく違うので、
これはこういうコンディションでこの値段で、これはこういうコンディションでこの値段でって伝えるのがなかなかやっぱり難しいですね。ニュアンスを伝えるっていうのがすごい難しいですね。各レジに外国のお客様、英語と、中国語それぞれ指差しでお互いにそのコミュニケーションが、取れるような形で、ご用意しておりますので、お問い合わせだったりですとか、お支払いに関しての、ご希望っていうのはなるべく添えられるようには心がけております。お客様が何を言っているのかを理解することに気をつけてます。やはりお客様が欲しいもの、気になっているものが何なのかをしっかり受け取って、でちゃんとお答えできるようにというやつですね。言葉が分からなくてもちゃんと端々を取ってきて、お客様が探しているものを的確にっていう、そのフロアにご案内する、その商品までご案内するということを心がけてます。秋葉原は、外国人に、人気なのはやっぱり日本の文化と出会うきっかけはそのアニメと、漫画とゲームがもうそのきっかけなんですね。そのアニメと漫画とゲームの、中心にある、聖地は、秋葉原、ですね。僕のユーザーさんは、よく秋葉原の方に行って、で彼たちの、財布も、空っぽになるぐらい、たくさんの買い物をして、帰ります。日本の方にも、まだ、この秋葉カルチャーの素晴らしさ、まだご存じないっていう方はたくさんいると思うので、ぜひ秋葉原の方に、足を運んで、この文化をどれだけ素晴らしいのかを、ぜひ、自分で発見してほしいです。秋葉原、確かに外国人の方多く見かけますが、電化製品が人気なのかと思っていたら、アニメもこんなにも人気があったんですね。ダニーさん、ありがとうございました。以上、カルチャージャパンのコーナーでした。